バレンティニ・エリザル・デ・バレンシアは、メキシコの歌手。ブバンダとノルテニオなどメキシコの地方音楽を、専門としていた。エル・ギャロ・デオロの愛称で呼ばれ、オフキースタイルで知られる。彼の最大のヒット曲は、ベテアー、イブリオ・デアモール、ベテコナル、ビューエル・ブ・カラニート、コモ・ム・デュエレ、ベンセイ・ドール、ミビル・ヘン・シータ、ソイアセ。彼の曲のいくつかは、 ビセンテカリー・オフエンテスのようなメキシコの麻薬王を賛美するナルココリドスで、彼は伝えられるところではその時点での武装翼を、務めるロス・セタス、ガルフ・カルテルといった麻薬密売ニャングのメンバーによって待ち伏せされ、殺害された。バレンティンは、ソノラ州エチョホアの自治体に属する、マチジトンウエッカで生まれ、最初の一年を過ごした場所で、パレンケで音楽カセットの販売に専念し、 その後、トマト畑に入り、後に、グアダラハラに移りました。ハリスコ、その後シュナロア州グアサベに移り、そこで父エバールドエリザルデと、彼の兄弟と数年間住んでいたエリザルデ若歌手である、だけでなく、作曲家でもあった。シナコアンドラムの伝統の中で、ナルココリドは、多数の歌と、様々なスタイルの中で、これらのスタイルの一つ。 バレンタイネリー・ゾルダのプロとしてのキャリアは、1998年6月24日、ソノラ州のボコメニューエボで3ファンの祝宴で始まり、そこで最初の支払いを受けた。バレンティンは最初のアルバムを録音する準備をはじめ、ソノラ州、ハリスコ州、シナロア州、チワワ州で認められた。バレンティン・エリザルでは、 2006.3年11月25日3時30分頃に、玉売りパス州でのコンサートを去っていた時に、コマンドによって殺された。攻撃中に、彼は、AK-47、AR-15、重 AR 機からいくつかのショットを受けた。ありがとうございます。